こんばんは、入山明子です。8月4日木曜日、入山明子のつれつれ日記。今日は日中、局所的な雨も関東でも降ったり、雷が鳴って落ち着かない天気の一日でした。そんな中、入山は横浜市わがままさんで多くの歌手の皆様と舞台ご一緒させていただくことができました。テレビのゲストにおいでになった時にお約束しましたので、松原商店街にあります若月和也さんのお店で美味しい味噌ラーメンをいただきました。一人前食べたかったのですが、麺を半分にしていただいて、ちょうどいい量で食べさせていただきました。マイルドな味でとても美味しく、何度もテレビでもご紹介されたということもあって、人気の味噌ラーメン、ぜひ皆様も召し上がってみてくださいね。さあ、それでは昨日のコメントにお返事を返しします。山木さんです。スタンプいただきました。暑い中お疲れ様です。加藤翔司さん、おはようございます。グッドモーニングをいただきました。駅中さんです。おはようございます。お疲れ様でした。また素敵なお花の写真もいただいています。そして満月てるおさんです。あこちゃん、おはようございます。昨日は歌ってハマっての収録お疲れ様でした。毎日暑い東京、昨日は大雨、山形、新潟地方は大雨続いてます。今できること頑張ってくださいね。グッドモーニングとアバターでいただきました。そうですね、本当に雨が局所的にものすごい量が降るので、被害など心配しているところです。西村晴美さんです。女の子のスタンプをいただきました。中垣さん、おはようございます。素敵ですね、楽しみですね、素晴らしいですね、またなといただきました。ありがとうございます。大島信之さんです。おはよう。新潟、山形地方は大雨ですね。自然災害に広まらないように願っています。ありがとうございます。本当に自然災害の怖さを時々思い知らされますね。奥島晴美さんです。あきこさん、おはようございます。昨日は歌ってハマっての収録お疲れ様でした。久しぶりのマイク川原さん、しげこさんとご一緒で嬉しいですね。今日も暑い中でのお仕事でしょうが、元気に笑顔あふれる一日になりますように願っています。ボンジーアートね、いただきました。ありがとうございます。金崎真紀子さん、あきおさん、おはようございます。日本では暑さと大雨警報で大変ですね。こちらは反対で雨なしで心配です。たくさんのスケジュールでお疲れ様でした。どうか熱中症に気をつけてくださいね。今日も素晴らしい一日でありますように、ファイトといただきました。アバターが真紀子さん飛び上がっていますね。塩田さんです。鹿児島県出水市から超美人様限定ネタ切れのオファーいただきました。ネタ切りのネタ切りじゃないネタ切れのオファー、面白い表現ですよね。宮原幸雄さんです。グッドモーニングのスタンプをいただきました。牧野明道さんです。あきこさん、皆さん、おはようございます。昨日は横浜館内で暑い中歌ってハマっての収録お疲れ様でした。そして思いがけないバースデーサプライズ、最高のバースデーになりました。ありがとうございました。びっくりでした。今日は横浜緑区わがままさんで男歌ライブ、皆さん楽しみにしてますね。気をつけて元気笑顔で頑張ってきてください。水分補給しっかり忘れずに、人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて、走れ走れ突っ走れ、みんなの心へ、みんなで応援しています。ファイトといただきました。秋道さんのアバターサンクスと両手を上げて強そうな感じです。いつも力強いコメントありがとうございます。田中幸恵さんです。あきこさん、おはようございます。毎日暑い中ご活躍お喜び申し上げます。
明日の BS 新日本の歌楽しみにしています、録画してもらいますと、グッドモーニング、あ、ゆきえさんもアバターですね、うん、似てます似てます、ありがとうございます。山川よしこさんです、おはようございます、今日も暑いですねといただいています。暑いし雨はすごいし、局所的に、ね、本当にあの雷もすごくて、今日は参りました、着物を着て出かけたのですが、着物だとやはりもう足元がずぶ濡れでした。西山秀子さんです、おはようございます、ニュースで大雨のことばかり言っています、これ以上被害が広がりませんように、ね、祈っています。テレビ収録の様子素敵ですね、あきこさん最近は MC のお仕事が増えてきましたね、さてはマル秘の一つではあきこさんのトークやラジオ放送も素敵だから、そうそう私の一平の写真載せてくださってありがとうございます、素敵なライブでありますようにといただきました、嬉しいです。森沢隆さんです、こんにちは、今朝は雨で気温も下がり過ごしやすくて良い感じです、しかし山形新潟では大雨が降っていると報道されています、被害が出ないことを願います。横浜わがままさんでの男歌ライブにご来場の皆様と一緒に楽しまれてください、応援していますよといただきました、森沢さんも平日でなければきっと駆けつけてくださったのかなと思いながらですが、またの機会、ぜひご一緒してください、ありがとうございます。川原道夫さん、マイク川原さんです、昨日はお疲れ様でした、久しぶりにお会いできよかったです、これからもお体に気をつけながらご活躍くださいといただきました、もう変わらず、律儀な、マイクさんです、見習って頑張ります。柴谷富子さんです、こんにちはあきこちゃん、今日も暑い中お仕事お疲れ様、歌ってハマって収録、マイクさん、しがこさん、久しぶりの3人さんの写真嬉しく見せていただきました、懐かしくてドキドキしました、放送日がすごく楽しみです、きっと息ぴったりで思い出したでしょうね、あの番組がきっかけで川原さんご夫妻と横浜でお会いして楽しい時間を一緒に過ごさせていただきました、あきこちゃんのつながりでほんまに遠い方たちともお友達に嬉しい限りです、これからももっともっと気持ちがつながれるお友達を増やしていきたいなと思っています、ありがとうといただきました、こちらこそありがとうございます、いい、ご縁がつながってよかったですよね。阿部明さんです、スタンプいただきました、ありがとうございます、駅中さんスタンプいただいてますね。さあそれからブログにコメントをお返ししますね。ブログのコメントが柴谷智子さん、ブラックちゃんから来てますね、鋼のブラックちゃん、昨日は館内でバースデーサプライズありがとうございました、館内にいると言いましたら探してきていただきびっくり、毎日忙しいのに最高のバースデーになりました、今日は中山で男歌ライブ、元気笑顔で皆さんに元気をあげてください。あきこさんの元気はみんなの笑顔、あきこさんの笑顔はみんなの宝ですよ。元気をもらいます。ファイトといただきました。嬉しいです。とみこさんです。こんにちは。コロナワクチンも2日間。腕の痛いのとめったにない熱が、やっぱり4回目のモデルナは合わなかったんやわ。5回目があるときは十分気をつけないとです。FM チャッピー、またまたリクエストさせていただきました。聞いている皆さんもどしどしリクエスト、あきこちゃんがびっくりするくらいにお願いします。あ、こんな風に私言うと、先日、入山あきこさんのマネージャーさんですかと聞かれたことが。いいえ、彼女は、今はマネージャーさんはいないんですよ。私はあきこさんの大ファンの一人ですとお答えしました。といただきました。トミコさん、私にもやっとマネージャーさんが今できましたよ、有田マネージャーが一生懸命やってくださっております、トミコさんも和歌山マネージャーでお願いしますね、各地にマネージャーさんのように一生懸命やってくださる方がいて本当に助かります。管理人森沢さんです、今朝からの雨で関東の猛暑は一息ついた感じになっていますが、
北陸東北地方で大雨による災害が発生しています。明日にかけても降り続くとの予報です。大きな災害に至らぬよう願うばかりです。横浜わがままさんでの男歌ライブ見に行けないのがもどかしい限りです。会場の皆様と心一つに素敵な時間をお過ごしください。ありがとうございます。本当ですね、近いんですけれども、今日はお仕事優先で、お集まりの皆様と楽しい時間となりました。ありがとうございます。秀樹さんからです。こんにちは、あきこさん、いつもありがとう。スケジュールうまく いついますか。雨瞬間的、熱中症大変そうで、みんな助け合いましょうね。みんなで乗り切りましょうね。丁寧メールありがとうね。あまり一人で頑張る、少しずつね、間に合わないか体が資本、大事にね、ひでちゃん。また楽しみです。休憩、アイスクリーム、こまめに、ガンバー、少しずつね、と書いてくださってます。野良猫にゃんにゃんさんです。おはようございます。今年もゲリラ豪雨が続いていて怖いですね。コロナも熱中症もゲリラ豪雨も心配事が尽きないですね。テレビの収録、お疲れ様でした。好きな昭和歌謡、たくさんありすぎますよね。そうなんですよ。なんか、年代によって、皆様、違うんでしょうが、その歌に合わせての自分の過去を振り返りながら懐かしんで聴くことができますよね。本当にいいなと思います、昭和歌謡。私も楽しみにしてます。どんなリクエストが来るか。さあ、それでは YouTube にお返事返します。 YouTube がですね、黒沢由美さんです。素敵ですね。あきこさん、今日はありがとうございました。今日は由美さんお友達のね、みどちゃんが来てくださってありがとうございます。注文いただいてたのをね、先ほど見まして、うっかり CD をお渡しできなかったので発送しますのでね、お待ちください。みどちゃんにもよろしく伝えてください。由美さんもありがとうございました。鋼チャンネルさんです。こんにちは。歌ってハマっての収録お疲れ様でした。毎週録画して楽しんでいます。今日のわがままさんでの男歌ライブ、兵庫県でのキャンペーン、日曜日は心斎橋での男歌ライブと移動の多い日が続きますので、体調に気を配りながら元気に笑顔でご活躍ください。ありがとうございます。いつもね、本当に気にかけていただいて、励ましていただいて、とても嬉しいです。入山明子施設応援隊さんです。明子さん、おはようございます。昨日は暑い中テレビ収録お疲れ様でした。また近くを回って見つけていただき、バースデーカードを手渡していただき、最高の誕生日でした。ありがとうございます。今日は中山わがままさんでイベント、気をつけて頑張ってきてください。ファイトといただきました。ありがとうございます。もうこちらこそ、見つけたと思ってとても嬉しかったですよ。ね、何もできませんが、いい記念になったと言ってもらうと本当に嬉しいです。ありがとうございます。両銀香織さんです。こんばんは。お忙しい毎日ですね。今日は雷ざーっと降ったり止んだり。私の YouTube に西山秀子さんからコメントいただきました。ありがとうございます、とあります。わー、ブラジルとご縁がつながっていますね。インターネットはやっぱりそういうところが素晴らしいですよね。今インターネットがおできにならない方が多いのが残念なんですけれども、少しずつ、全国回れるようになりましたら、スマホ講座を一緒に行っていきたいなと思います。 YouTube 見ながら皆さんとつながれたらとても嬉しいですね。さあ、それではなんと明日から、久しさのいろんな事情が重なって一人旅となりました。また時々ご報告しながらですが、なかなかインターネットをする時間がないかもしれません。大阪に向かいますので、元気に笑顔でまた帰ってくる日まで皆様、FM チャッピーの収録もリモートで行う予定になっています。皆様からのリクエスト、昭和歌謡、懐かしい歌をメッセージを添えていただきますと大変嬉しいです。
よろしくお願いします。それではまた明日元気にお会いいたしましょう。おやすみなさい。